が開始します。はい、もう開始しました。 OK です。やっちゃってください。はい、はい、ウキウキです。 OK、 じゃあ音行こうか。音入らないようにね、みんな気をつけて。あ、これ音切らなきゃダメ。あ、ダメか。マイクミュートした方がいいかな。ミュートします。待って、キュー、ミュートしたら落ちる気がする。落ちたらごめんね。あ、ミュートできない、これミュートできない。ミュートできない子は喋らないで。すごいよ、みんなミュートできない、みんなミュートできないってんな。やばい、忘れてるわ完全にこれやり方。やばい、超久しぶり。なぜか急に決まった突然のアーモンガス。よいしょよいしょ、急に始まったアーモンガスだからな。いや皆さんありがたいことにね、俺がね急にね録画していいって言ったら録画していいよって言ってくれたからね、ほんと優しい限りやで、ほんまに。早っ。おい、キュウさーん。早い。待て待て、まず、キュウさんと一緒に見つけた人。はい、キュウリョウが見つけました。キュウリョウさん、どこで死んだ。シールドルーム。シールドルーム。シールドルーム。下の方なの。下の方なんで。右下の方か。やばい、ちょっと。はい、いやもうみんなのキャラが分かんなくて、誰が通り過ぎたのか見えなかったけども。何色、うん、なんか青っぽかった、足元が。青っぽいやつは一人しかいないな。青は一人しかいない。つべつべさんじゃないか。俺カフェテリアでうろうろしてただけだよ。待てい、カフェテリアに俺はいた、はい、そこにつべつべさんはいない。いやだから待て、いない。つべつべさん、マヌキは見つかったよな。つべつべさん、待て、まあまあ待て待て、もしかしたら違う。東洋早くで終わんの。早っ。お前だー。とりあえず僕はスイッチ押し行く。お前だ。お前やー。早すぎだ。お前やー。この中に犯人がおる。お前やろ。お前やー。ミュート。はい、じゃあ今からミュートでーす。あっさり。あっさりが過ぎるな。ラジーさん、キュレオさんは、ね、間違いないんだよな。キュレオさん間違いないんだよ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 。キュレオさんが今やって青いっぽいって言ったから、インポスターだったらするわけがないから、キュレオさんと一緒に行けないんだよ。このキュレオさんと一緒に行けないんだよ。このキュレオさんと一緒に行けないんだよ。このおしまった。はい、ごめん、まだ生きてるかちょっと確認したかっただけです。暗闇だったから直しに行こうな、ね、行かなくちゃって思ってボタン押すの忘れてたわ。まだ生きてるね、よかったよかった。どうやらまだ生きているようだな。だが問題は、うん、とりあえずキュレオさんはこれで白でいいでしょ、言ったからね。そうだね。なんで、だってキュレオさんが青っぽいって言ってたから。うん、それで当たったからね。そして、キュリオさん、キュリオさん、今あなたの近くには誰がいましたか、今さっきまで。あれ、今ずっとラジカ、ムカレさんといなかったですか。俺です。はい。あ、これ、あの、排除したのがインポスターだったら当たりですって出るようになってるの。そうだね。うん、当たりですなんだね。そして、俺今、よくよく俺今電気室にいる。うん、で、水さんも電気室にいた気がする。あ、ちょっと、言わせて、ちょっと。俺は暗闇の中ずっとキュリオさんについてった。そして殺してない。つまり俺は白だ。おお、いや、わからん。それを言い残して俺は消える。ミュート。ちょっと様子見しようよ。まだ。フリーしてる可能性もあるけどね。誰だよ、俺。誰なんだろうな。じゃあとりあえずミュートします。はい。え、でも一人入っちゃったらこれって、あ、誰も追放されないのね。残っているってことはある。あ、あ、マイクテスト、あー配線修理しとっか。ラジ代が怪しいんだよな、すごく。いっそげー、いっそげー、いっそげー、いっそげー。一人来てないな。ミュゼクルスラジハイネコイカに誰が来てないな。キュレオさんだ。キュレオが怪しいじゃねえか。
なちゃんとやってんね。締められた。これ死んだな俺。照明か、照明そこか、間違えた。見た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 、はい、目の前で目の前でやられて待って、誰がやった、誰がやった、まず死体が見つかったのは電気室、そして俺の目の前には殺されたラジさんと、そしてミュージーさんがいた。はい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 、違う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 、まずハイネコシは怪しくないですね。俺とハイネコシいたので、そうね、一緒にいたね。でクレオさんはいない、そしてクルスさんとミュージーさんのどっちかですね。そうだね、俺はちゃんと見た。僕はただ照明直しに来ただけなんだけど、あれでもね、死体の位置があって思ったんだけど、うん、先にクルスさんがレポートしてくれた。泳がしてもいい、うん、電気が鳴ってて、あでラジさんとミュージーさんがいて、うん、で治ったの、入った瞬間、俺が電気室入った瞬間、うんうんうん、で、あじゃあ俺電気室もう一回押そう、まだなんか用事があるから、タスクあるから、うん、とりあえず僕はボタン押しに行くわ。ちょっと下見たら、水さんがちょっと、はい、あっ、ダメ、無料で通った、あっとんのかーい、だったのかい、あっとんのかーい、目の前で殺されたよね、あっとんのかーい。その後、クルスさんが来るなんて思ってなかったわ。あっとんのがーい。途中さ、ちょこちょこミュゼさんと一緒になるタイミングがあったから、ちなみにキュー殺されたのはミュゼさんだったよ。そうだったんだ。そうだったんだ。あの最初全くつべつべさんかわいそうじゃん。一番今回ゲーム遊べたかったじゃん、つべつべさん。あと足元が青っぽかったって言ったじゃん。多分その時見たの僕のズボンだわ。あ、そういう。なるほどね。まあファインプレーだったんだ。あのさ、ね、あの忘れたけどさ、あのお亡くなりになった人さ、人食って VC やるやん、ここ人食ってやつ、うん、お亡くなった、うん、お亡くなりになった人そこ行ったら、あそうか、で、あのなんだろう、会議の時になったらミュート状態で入って聞くみたいな、うん、いや、それもそうなんだけど、あの何せそのなんていうの、買いづらい人がいるのか、そう落ちちゃう、ああなるほどね、落ちちゃう人がいるから、じゃあ人食でいいか、普通に人食じゃない、マジで、あのミュートでいいか、普通に、そうだね、うん、あと分からない方がいいかもしれない、あの、うん、追放確認オフとか、誰が当たりですとか出ない方がいい、追放確認はオフの方がいいね、うん、あとできたら守護天使入れてほしいな、分かった、あー 100% で入れてほしいな、追放確認ってどこだ、上から追放確認オフって何、3つ目かな、あのさっきのさ分かったやつじゃん、あこれか、あの追放された人がどの役職だったかみたいなやつ、あれを多分分からなくなるやつ、あ、そうなんだ、え、難しくなるね、そうだね、守護天使したから、今さっきのはもうつべつべさんがすぐバレたのがもう決定的だったから、そこから3つ、それで、あ、キュレオさん白だ、俺ついてこうって思ったし、そうそうそう、うん、ムカデくんがついてくるときほんと怖いんだよ。あのね、あのときね、あのときね、クルスさんウェーイって言ってた。ウェーイ。ウェーイ。守護天使変わってないよ。守護天使どこで見るんだ、設定で。守護天使、あれ守護天使の設定は、なんて名前だ、わちゃ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 待って、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 待
もうおかしいって止まらないよ。こっちから見てるよね、出て。そこら辺にないの？動きだしたメロディー。ないないない。向かい電子さ、この前やった時どこら辺にあった守護天使？ああ、寝る前だから忘れた。見つけた。見つけた。見つけた。ちなみにそれ100にして、100にして、それ50やから今。大丈夫、100にして。入る？守護天使何人にする？招待しようか。1でいいよ。お願い。いや、面白いから3人にしよう。しゃーないなー。やばいな。ダメだよ、1。1にしてくれ。1だと思う。1。招待ってどうやって3人って最大で2にしてほしい。招待ってどうやってんだっけ？これでいっけ？ちょっと一応試しやってみよう。あ、これでいけるか。俺が招待するよ。招待できたと思う、多分。あ、OK。あ、少し入って。九三、はしたないですよ。何だい？入れた入れた。ごめんなさい。あ、入れました。じゃあ始めよう始めよう。新種宿主たる。行くよ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 。ミュートを準備をしろ。いざの。ミュート。もう宿主もいねえ。いるよ。マイクテスト。あ、よし。さて。カードスワイプってしたか。カードスワイプはできるかな、久しぶりに。なに09109。あっちあっち、ちょっとウェブで。はーい。ウェイ。何？うい、死んではいねえよだな、お前ら。生存確認だね。よかったよかった。今保管庫にいる人、名前言って。保管庫ってどこ？保管庫。あ、はい、いる、クルス。保管庫。管理室にならいたよ。ちなみに、管理室いた。今、シールドルームから保管庫の、シールドルームで、マークが消えて、保管庫から現れた人がいると思います。お、でも歩いてったんじゃない？歩いてたじゃない？今マップで見た。いや、消えて一瞬で？お、そう、一瞬で消えて一瞬で出てきた。なるほど。パッパって？パッパって。なるほど。でもだから保管庫で、あれだよ、ムカデ君とウェイってしてたもんね。俺その後でカフェテリア行ったから、まあ一瞬だったらわかんないけど、まあでもそうね、カメラにの前で俺とクルスさんがウェイしてたから。ちなみに僕は今医務室いたよ。うん、医務室。まあでもよくわからんけど言ってやったけどよ。オッケー。はい。じゃあとりあえずスキップだね。うん。オッケー。あ、ちょっと待って、今うちに反省を話しようぜ。さっきさ、あれインポスターの妨害来た時にさ、管理室来てたの誰？はい。あ、俺はい。キユとあともう一人いたよね、でも。あ、僕だ。あの酸素の時だね。一番最初の時でしょ？そう、酸素の時、あのインポスターの妨害の時。うん。酸素か思ったんだけど、ムカデさんがいたから、じゃあ、ムジさんだっけ？上の酸素はハイノコさんがいて、で、人いるから、俺は管理室の方に向かって、で、その時に、なるほど。なら、来てないのは、キュレオさんとツベツベさんと、了解了解。了解了解。メモルームから、じゃあ、楽しみましょう。さあ、パーティーの始まりだ！ミュートします。よし。はい、ミュート。あ、マイクテスト、マイクテスト。ちょっと圧かけといた。圧かけといた。ハート。水さんと一緒に行こうかな。水さん。俺関係ねえんだよな。おい。生きてるの？キュレオミュゼが来てないな。キュレオさんここにいたな。キュレオミュゼがいないな。ミュゼさんどこだ。ミュゼさんがいなかった。いや、いた。え、いた。ん、なんだろう。うん。あー、これ俺死にそう。大丈夫だった。
ジェシーちょっと怪しかったんだよ。大丈夫か。おっと。メゼさんとハイネコじゃないんだ。なんでラジさんを。クルスさん。クルスさん怪しいね、なんか。クルスさん、大丈夫かな。みんな聞いてくれ。あ、なに。なんだ、なんだい。俺、監視カメラで見ちゃった。コンテナから出てきた人。はい。コンテナ。誰だ。コンテナでかの。私も心当たりがあるぞ。弁当、弁当、弁当。はい、誰だ。見つけました。つべつべさんです。なるほど。先ほど私が言っていた怪しい人物にリストアップされている人だな。俺ずっと監視カメラがで見てた。なるほど。2回連続ブーブーって出てきたの。ポンって。つぶつぶさん、つぶつぶさん。2回連続ブーブーってある。言い訳はあるかい？言い訳はあるかい？あ、待って、僕なんかカーソルが動かないんだけど。それはちょっとわかんないけど。それはわかんない。あ、それ。え、じゃない、投票開始まだしないから。うん。あ、そっか。だから監視カメラで見られる可能性があるから出てくるときは気をつけてねって話だ。つべつべさんがすぐこうやってこれでもう何も言えてないってことはまあ確定でしょ。うん、沈黙は肯定でしょ。ね、じゃあちょっとこバイバイ、すぐ投票したら終わっちゃうから今まで話したとこ。うん、そうだ、なんか怪しいって人いた？他に。え、キューさ、クルスちゃんがさ、なんであんなに遅かったのかが気になるんだけど。いや、実は俺も、あのね、クルスさんがね、行ったと思ったらね、すぐ消えてたのよ。はい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 、はい。だから、電話に移動したんじゃないかなっていう。はい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 。なるほど、ね。待ってたんじゃないかなって思ってたけど。俺も行った時に、あれって思った。いや、違う、あの、俺さ、今、iPad でやっててさ、うん。操作がほんまに、いや、マジで。あ、つべつべ。じゃあ、キュー、次、クルスちゃんといるわ。オッケー。ね、狙われたら俺マジできつい。はい、とりあえずつべつべさんはちょっとまた最初に。一緒にいようね。一緒にいようね。満場一致じゃん。じゃあミュート。いそ。ミュートしました。つべつべさん。つべつべさん。ラジシにすぐ殺されないか心配だな俺。あ、そっち行った。いや、この間殺されそう、俺。殺されそう。あと何？カフェテリアのやつばっかか、俺。カフェテリアショートばっかか。いや、久しぶりなモンガス楽しいな。久方ぶりはモンガス楽しいな、やっぱ。ダウンロード時間かかるやつだー。これ俺も使えないもんな。キュレオさんが出てきた。今見てくれてるから俺が死んでも大丈夫。最悪ね。クルスさんが左に見えたな。クルスさんが左に見えた。あ、ゆりおさん、この中にインポスターがおる。お前やろ。どこにお前や。はい、保管室で見つけました。そして、はい、私は犯人の姿を見ている。おっと、理由は簡単だ。私が、はい、保管室でゴミを捨てているときに、うん、なんか左端に映ったなと思った人がいて、その人も近寄ったら死体があったからだ。なあ、ずいぶん大惨事になってるじゃない、クルスさん。やっぱりクルスちゃんだった。やっぱりクルスちゃんだった。違うよ。なあ、クルスさん、クルスちゃんが保管庫にいたのは9話見た。まあまあまあ、みんな、うんうん、目の前に飛び出しまって、うん、キューちゃんと二人きりになってさ、うん、これやばいと思って逃げたんよ、うん、なんで
え、なんで逃げたん？キューちゃんに殺されるって思ったから。だってクルスちゃん死んだらさ、キューを殺したってわかるじゃん。その通り、うん、殺すメリットはないよ。この前にすごい人がいっぱいいたからさ、うん、まあ確かにそれで言うと、それで言うと、うん、俺がクルスさん見た時に近くに Q さんを見えなかったから、まあ、うん、次に怪しいのは Q さんです。なんでかっていうと、あの一瞬のうちにクルスちゃんが消えたの、うんうん、セキュリティールームにいたたらいたらクルスちゃんが消えちゃったから、頑張って追いかけたら、まあまあまあ、ここから出てきたって感じだね。ここはみんな、まあ、俺の顔を立ててくれよ、ここは。そうだね、これで間違ったら、キューもクルスちゃんが悪いと思う。これで間違ったら俺が死ねばいいからさ。誰が消えちゃう？で、ラジさんと一緒にいたよ、ずっと。俺だよ。白状したな人狼。俺が入れたんだよ。あらら、俺が入れたってことだよ。イエーイ。いやーベベベちゃんとしてよ、ベベベ。イエーイ。おもろいじゃん。ちょっと弱すぎるもん。ナイス。殺されるときに後ろに向かれさんで前に Q がいるから全問の Q が殺したなって思ったんですよね。全問の Q、肛門の向かれ最強さ、やべえと思って感想を放置する。早い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 、守護神。じゃあとりあえず見えと、またクルーだ俺、まただ。とりあえずナビゲーションどうだっけ。ナビゲーションそこか。まあ、いいや、電気室行こう。さあ、そこか。行こう、急ごう。俺めっちゃコイン近いからな。みんな、上のオッズは頼む。10357、おい。ミュゼさんは来てくれた。ハエネコシはここ。ハエネコシ？ハエネコシちょっと怪しいの男。ハエネコシちょっと怪しいの男。うん、ああ死んでないんだね。はい、死んでないのか。気になること言ってもいい？いいよ。死んでないなら、はい、ラジ君、ラジ君何してたの？違う、間違えたのあれ。ラジ君何してたの？どの辺？どの辺？なんか酸素ルームであのブーブーなってたじゃん。うんうん、で、あの数字入り込むんだけど3と8間違えちゃって。なるほどなるほど、うん、まあ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 、ね、早めに言ったのに怪しい。そうそうそう、俺最初に言ったの、最初に言ったのに数字間違えちゃって、間違えちゃって。クルスさんはどうしたの？キュレオさんがさ、酸素が近かったのにずっとウェポンルームにいたの。あ、そう、ずっとバンバンしてた。僕も見た見た。ウェポンルームでバンバンするとさ、いや、ごめんなさい。もうちょっとごめん、それついでもう一個俺も怪しいこと言っていい？俺は、うん、まずじゃあ怪しくない人言うわ。俺怪しくない人言うわ。怪しくない人？マペットさん怪しくない。俺の後に続けてくれた下の酸素のやつ。うんうん、はい、問題なかったと思う。ただ、うん、その後に下のね、あの保管庫におりますと、ハイネコ氏がなんか作業されたんですよね。作業してましたね。うん、まあでも短いやつだし、そのやってたやつが、うん、しかも終わった後に俺確認してやってただから、うん、まあ終わってすぐだしやり始めたってのもありえるので、うん、ハイネコシはあの 0.5 ポイント怪しいぐらいでお願いします。俺そろそろインポスターになりたいです。じゃあ落とすか。俺もなりて。じゃあ落とすか。ちなみに俺下直したから酸素9で直しました。 その瞬間だったんだね、うん、多分ムカデさんにあったの。ムカデさんの可能性ない今回。ワニスワニスワニスミュートします。オッケー、ミュート。俺いつも怪しまれんだよな。俺いつも怪しまれんだよな。さあ電気室調べますか。これクルスさん俺のことあそっち行ったか。これクルスさん俺のこと殺しそうだな。てかラジさんも俺のこと殺しそうだな。はい、原子炉メルダン、原子炉メルトダウンウェルダンだね。来た。ラジさんは怪しくないな。これ結構難しいな。
ラジさんは怪しくないな、やってくれたから。えっ、びっくりした。誰だ、一体誰ってんだ。誰、まずクルスさんどうぞ。まず遺体見つけたの、電気室、はい、で、はい、電気室扉閉まったの一回。閉まってた、閉まってた。で誰かが出てくるなと思って待ってたの、はいはい、これもしかしたら死体あるなと思って待った、はい、で、待ってみたらさ、つべべ死んでるし、はい、で、それともう一人いたの、はい、ミューゼッシ、あなただ。ミューゼッシだよね。キューも見た、ミューゼッシが入ってて扉が閉まるとこ。なるほど。なるほど。あれね。なるほど、なるほど。目の前で。じゃあそれが、俺それのなんか新しい証拠とかないから、怪しくない人の話するんだけど、はい、ラジさん白ですね。俺とラジさんがベルトダウン直したもんね。ベルトダウンの時2人出てきたから、ね、その時見た、うん、そしてさらにこれはどういう意味かっていうと、俺のことをさっき怪しいって来たラジさんのことを今俺がこうやって肯定してるって状況分かってほしい。なるほど、うん、オッケー。ラジさんと俺は今マブダチ、マブダチ、マブダチ、いや、ケイもマブダチ入れてくれよ。しゃあないなこれでキヨさんインポスターだったらクソもろいな。物証2だし、え、誰かミューゼさんを守れる物証ある？ないなら俺入れるよこれ。ないね、我一人で脅してたし。じゃあちょっと水さん、サンチェックです。はい、うん、ごめんなさい。誰だよ俺逃げた、誰だよ逃げたの、誰だよ、おもろい、誰だよ、ちなみに僕はクルスさんに入れた。なんでだよ行ってきた人に入れた、おもろい。ああ、マークテスト、おっしゃ、続けようぜ、続きましょう。おーい、何、あ、俺か、これミュート切れてないね、まあ、ラジさんは怪しくない、ハルネコさんの。ハイネコごめん、俺ミュートしてなかったね。うん、そうなんです。ミュートしてなかった。はい、そしてなかった、ね、はい、これはあくまで怪しいだけです。確定でありません。はい、猫、はい、さん怪しい。え、マジで、なんで俺またメルトダウン上行った。俺下行った、下行ったよ、下行ったんだけど、うん、結構早めに来てたのよ。ああ、そらすぐ見つけたもん。上さ、俺の上に来た人さ、俺一瞬さ、うん、まだメルトダウン終わってないのにさ、一瞬離れなかった。俺離れた。なんでかっていうと、うん、ハイネコさん言ったから、あ、状況的にもう OK だなって終わって話したらまだやってなかったから、あれってなって言ったのよ。あ、いや、シンプルやり方がわからんかった。まあ、それにこれを言っておくと、うん、まあなんか圧にもなるので。悪いって言う、悪はね、若干Q さんが怪しかった。なんでだよ。言い分としてはね、言い分としてはね、悪いがさ、メルトダウン終わって下行こうかなって思った時に一、うん、人近づいてきたんよ。でその後ろに間があったから、あれって思ったのよ。うんうんうん、それはちょっとわかんない。我狙われてる？じゃあごめん、俺が取れるみたいな。ごめん、俺、わしの意見ちょっとだけ言わせてなんだけど、はい、今一番怪しくないのは、まあ、俺は地語りになっちゃうから俺置いといたとしても、ラジさんと多分クルスさん怪しくないと思う。うんうん、何かっていうと、クルスさんは最初に水さんを言ったから、うん、で Q さんは、うん、確かに言いはしたけど2回目だったから、うん、身内切りの可能性がある。あ、ううだから確実にな、単純に、うんうんうん、まあ俺はもちろん俺のこと守りたいから俺も怪しくないと言いたいけど、2回やったしね、2回やったし、3回3つもやったし、ただ、うん、ラジクルスは絶対だと思う俺は。なるほど。ということで投票スキップしますか。イエーイ、チーズマジラジャン。誰だよ、誰だよ、誰だよ。あ、マジだろ。ミュートします、します、ミュートします。さて、これで俺のクルーが間違ったら笑うな。さ、俺はちょっと閉められたんですけど、カフェさん、ウェポン1、ウェポン行った、ウェポンまだいる。ウェポンの下にある、いないか、さすがに。やっぱ Q さんがいるな。お
来た。引っ越しを見つけました。はい、どこどこ。ナビゲーションの廊下先のなんか縦のとこ、縦のとこあるじゃん、縦の廊下の下のとこの角、縦の縦の廊下の下のとこの角。はいはい、そしたらすみません、ちょっと一点気になるんですけど。何何。会議終わってすぐに移動始まったじゃないですか。うん、でその時確かラジさんと入る時一緒にいたよ、行ったと思うんですけど、行った後すぐにもう、うん、あのウェポンルームの道が閉ざされてて。そう閉ざされた。あ、そう閉ざされてた、閉ざされてた。それ言ったらカフェテリアと管理室の道も塞がれてて、うん、でムカデ君が行っとったんよね。カフェ、俺ね、管理室に囚われたの俺で、カフェ管理室に行った時に、うん、カフェテリアに3人、ウェポンルームに1人いた。カフェテリアに誰がいた、うん、扉が閉まってた時は俺いた。はい、カフェテリアいた。クルスちゃんとキュレオ君を見た。で、うん、ウェポンルームに誰がいた。ウェポンルームは、うん、キュレオ君が行きそうな時行かなくて、最終的には多分ね、ムカデ君を見た。いや、あの閉まってる時、閉まってる時、あ、閉まってる時、俺管理室閉まってる時は一人分あった。閉まってる時は、閉まってる時は俺がいた。管理室の方みたいよ、ちょっとだけ見えるかなって。いや、ウェポンルームが閉まってる。ってことは、これ、ウェポンルーム俺がいたよ。ムカデ君の文字が見えとったから、ムカデ君は閉まってる時管理室に閉じ込められてたっていうのは本当だと思う。やった。ってなると、うん、ハエネゴシと一緒にいられるのはラジシか。ラジシ信じてたのに。ちょっと俺まだ投票できないよ。キュー的に見ると暗いところでムカデ君を見てるから、ムカデ君も怖い。あ、うん、あ、あ、あ、なるほど。じゃあ次ちょっとムカデシと一緒に。あれ、ラジシが消えてる。あら、あ、終わった。ラジシー、ラジさん信じてたのに。あの最後ラジさんに投票したん俺。信じてたのにラジさん。はい、ラジさんに殺されたハイネコです。ラジさん信じてたのに。あのね、あのね、めっちゃおもろいのがムカデさんが最初にしろって言ったから、あ、多分これラジさん確信迫って殺しに来たんだなって思った。いやマジか、ラジさんちゃんとしてたのに。なんだな、マジか。ちゃんとしてた。作詞作に溺れかけたわ。あのウェポンルームを閉めたのは俺じゃない。 みんな俺の城設定は信じない方がいい。あとね、ちょっといい、うん、クルスさんとムカデさんって扉越しに名前見えそうな気がするんだよね。うん、見えるよ。え、見えんのこれ、うん、名前が長いからね。え、名前変えた方がいい、これなんかあれ健全なバトルするな。あ、健全なバトル。でもそれだったらさ、みんな見えるの。あんま変わんないよ。内容文字ぐらいで抑えた方がいいんじゃない、うん、ギリ見えるかどうかってところだし、僕たち。ごめん、ちょっと俺名前の書き方わかんないから、ちょっとできればこのままじゃダメかな。言うて、だって壁越しだって壁に近づかないとでしょ。まあね、まあこのままでいいか。しかもその、次に変えようか。絶対見えるってわけじゃないから、うん、それに見えたらこれ普通に、うん、あのインポスターの時ただ振りなだけじゃね。確かに。あ、ミュートです。オッケー、ミュート、ミュートします。マイクテスト、あー、イヤホン外れた。あぶねー、イヤホン外れた。イヤホン外れ。酸素枯渇。ミュゼさんがどっか行ったな。なんでだ。あ？なんだ。うん、なんか怪しいっちゃ怪しいな。まあでもまあそんなかな、言うてかな。見た。早い。キュレオさんが目の前でやってた、堂々と。はい、それに関係する証拠は。どこでやったの？証拠あるっすか？ナビゲーションでしょ？俺ナビゲーションいて、ナビゲーションにラジさんの死体があって、死体があってっていうか、うんうん、もう目の前で殺してたキュレオさんが。はい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 、はい。あららら。それはもう確実じゃないですか。他の何か、え、キュレオさんは何か意見は？ちょっと待って、クラスさん帰って怪しいと一瞬思っちゃったけど、まあ意見聞いてからにしよう。うん、そう、なんでこんなに見つけられんの
ってさすがに井戸あることは三度あるとかみたいな感じじゃなくてさ。でキルさんは何かあれは、いや僕ナビゲーションにはいなくて一回シールドルームから上がってきたって感じで死体がどこにあるか分かんなかったの。はいはいはい、死体がナビゲーションにあったんですか。うん、ナビゲーションの椅子、うん、椅子椅子椅子。あと我一ついい、なんすか、はい、うん、我ね、管理室に最初いたのよ、行ったのよ、はい、うん、誰かベッド使って動いたんだよね。はい、はい、そうなの。うん、あれみたいな。ナビゲーションからシールドルームに行けるぜベッドで。それでシールドルームに移動ってされた、うん、そこまでは見てない。そこまでは見てないね。ただ俺が見たときは、うん、キュリオさんに殺されかけた寸前だったから、うん、目の前でわーって詰まってて、ちょっと証拠一人だから俺は入れない、俺は入れない。確かに、うん、いやースキップ安定かも。とりあえず僕はまだいなかったからね。どうするか、はい、うん、誰かキュリオさんについてた方がいいと思う。ちょっとついてきてもらった方が、はい、ミュート、ミュート。キュリオ氏どこ、キュリオ氏いた。キュレボ、キュレボ、キュレボさん、キュレ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 ボさん、キュレキュレキュレボさん、俺を見てキュレボさん。いや本当に怖いんだけど大丈夫かな、キュレボさん。キュレボ、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 キュレキュレキュレボ、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 やばい追われてる、キュレボ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 さん、キュレボさん、キュレ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 ボさん、キュレボさん、キュレボさん、キュレ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 ボさん、キュレボさん、キュレボさん、キュレ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 ボさん。まこれで俺を殺したらだもんな。キュレボさん、キュレボさん、キュレキュレキュレ。誰がクリスチャンが殺した、目の前にいた、はい、キュレオさんに俺は見えたよ、近くにいたけど。え、でもだってずっとなんかミカルさんと一緒だったじゃないですか、うん、てかボケもいたよ。うん、え、水さんなんて今あのムカデさんのところに僕もいた気がする。通信のやつ直して、ちょっと待って、通信のやつ行って保管庫のちょっと右上の方でうろうろしてたんだけど、誰かがクリスさんを殺したのは見た。マジ、うん、お、実はね、今ね言おうとしたんだけど、今キュレオさんが水さんに見えたのよ俺は、うん、で水さんがわざわざ自分からそれを言ってくるってことは、うん、キュレオさんなのかなって今。なるほどね。おお、まあ、いやでもそれだったらいやまあそうそうだよ。いやでもだってずっと僕ムカレさんといたじゃないですか、まあ、それは私行く、うん、一緒に行くってだから殺さないでしょそりゃ。そうそうそう、見た思いだよね。それで、うん、俺わざと離れたんだよ最後。ムカレさん死んでないし、はい、うん、あ、クルスさんだって思って見てたらパチンだった。もう確かにあのタイミングでやるかなっていうのはあるっちゃあるけど、うん、そんなタイミングでやるってもう自分から。他の人はちょっと順番に俺聞いてから教えてほしいんだけど、つべつべさんどこにいた最後、最後、マジで最後。俺は保管庫でタスクをやろうとしてたかな。Q さんは、 Q は最後は保管庫に入ったとこ。ハイネコさんは、あれね、確か通信かどっかでね、うん、やってたと思う。通信室じゃない？まだいる気がする。俺、キュレオさんに入れまーす。キュウがいた。俺、キュレオさんに入れまーす。キュウも、キュレオさん？バイバイ。キュレオさんに入れた。入れてみます。まあ、全然全然入れてもいいけど、まあ、違うかなって。うん。バイバイ。バイバイ。グッバイ。グッバイ、ジョージョー。あーこれ俺のあれ合ってんのかな。Q さんうーって言わなかった。Q さんうーって言わなかった。あやばい、 Q さんはそうだ。209 Q さんやばそうだな。 Q さんやばそうだな。あ、俺死んだわ。俺死んだっぽくないこれ。いや、Q さん大丈夫だな。
うん。怪しいと思ったけど、そうでもないか。誰だ。これで上だったら水さん。これは、9は見てしまったぞ。はい、誰か、どうぞ。はい、どうぞ。場所はカフェテリアで、はい、カフェテリアから降りてくるミュゼさんを見ました、はい、え確かに僕カフェテリアからカフェテラスリリアでねポンから降りてくるとこなんだけど、はい、俺はカフェテリアから下に降りていくミュゼさんを見たぜ、はい、そして Q さんは閉じ込められて俺やべ絶対死んだわと思ったけど全然何もしてこなかったぜ、ここから導き出されるただ一つ、お前だミュゼお前やいやお疲れ様です。違うちょっと待って、はい、何か言いたいことあるか、確かに降りてきたのは降りたのは降りたんだけど、はい、誰だっけつべつべさんだよね、うん、それとは途中まで一緒にいたんだけど他に誰かいた、うん、ウェポンレームの方にいたのかなって最初思ったんだけど結局途中で別れて、うん、でじゃあ電気室のやつやりに行こうかなって思ったらこのコールなんだよね。水さん質問だけどさ、はい、カフェそのつべつべさんといるときにさ他に誰かいた？いや全くいなかった。二人猫さんってカフェテリアいた？我ねジョベンジにおるよ。なんか閉じ込められたときよ。はいなかった。もうすぐに行った。多分あのメルトダウン誰か行くだろうな。見たときにカフェテリア3人いたからよく分からなかったんだけど、でもまあ最終的に2になって1になったからまあ水さんですね。はい。はい、まあ水さんじゃなかったら全力で押しに行くよ。ちなみにこれ誰か一人死んだ時点でもう終わりじゃね。確かそうだね。あこれ確かにもうあれこれでも終わり。3対1ならラジさんの時間制限どっちにしろ終わりだ。うんだよね確か本当イエーイ。だから言ったら3人を死んだんだ。Qさんマズダチイエーイ。いやごめん間違って失礼しちゃった。水さんがさ、サンドあることあんのみたいな言ってきた瞬間、あこれ水さんだと思って、うん、水さんがクレオさんだと思った瞬間殺された。イエーイ。それインポスター難しくないですか？ちょっとインポスターきついかもね。うん、何がきついんだろうこの場合って。iPhone だとなんかすごい。指でめちゃめちゃ進むところにキルボタンがあって殺したくなくて殺しちゃうとか。ああそれはしゃあないよな。うわあれあれめっちゃ難しかった。さあちょっとインポスター有利する一回ちょっとだけ。そうね。なんか有利できないですか、ラジさん。とか有利できないから一応もうリーチ長いやつにしてるから。今あれは守護聖人は今。守護天使なんか守護天使さ使ってる誰か。えなんか使えない。誰も機能がない。ねいや使ってるんだけど、うん、誰も死んでない。じゃあなくても買わないからさ、少なくともこれ以上インポスターに不利にするのあれだからもうめんどくせえしなしにしたらもう。オッケー。ね、オッケー。そうしようぜ。じゃあそれかなんていうの？キルできる時間クールタイム短くする？いや一旦天使なしでいきましょうよ。うん。オッケー。もしかしたら超天才なインポスター来るかもしれないから。なるほど、ね、今までの人はみんな健全じゃなかったということで。なんか自己満足だったなインポスター僕今回。さあ行こうぜ。次誰何ミュートします。マイクですマイクですと。あーまたクルーだって。クルーにしかなんねえ。クルーにしかなんねえんだけど。俺なんやねんこれ。私クルーにしかならん。ちょっと俺ウェポンちょっと長くねウェポンルールのやつ長くね。やばい危ねえ。誰ハエ残しは絶対大丈夫。ミュージさんからじさん。能力見たら一ついいですか一ついいですか。はい、はい、ごめんなさい。ムカデさんがやったけどムカデさんが怪しいっす。ね実はね今なんで俺が押したかっていうと実は懺悔しようとしました、はい、ウェポンルームのやつがあんなに長いと思わなくて、まあ、すぐ終わるからいけるいけると思ったら、はい、
置いてくる。そうね、サボってしまいました。はい、あの俺は今その懺悔をしようと思って押したらまさかなって感じです。なるほど。あのなんで俺はあの泳がしてほしい、誰か見てればいいから。一つ言うと、ハイネコシは絶対白だと思う。俺もね、それはもうハイネコシが言ってくれたから、俺もそれは思う。で、うん、それ関係で俺は他に怪しい人を挙げると、つべつべさんもね、俺の上でなんかやったんだよね。うん、なんかつべつべさん怖いなって一瞬思った、なぜか。で、つべつべさんのヒーリングだよ。つべつべさんのやつは絶対長いって分かりきってるダウンロードのやつだったのよ。うん、うん、やるかなって。あ、いやー、ちょっと僕ムカデさん応援してるわ。つべつべさんが、しかもなんかね、俺近くだから分かんだけど、あの止まった瞬間になった気がしたんだよね。うん、あ、だからマークするならまず俺とつべつべさんにしてほしいかな。あるいは俺とつべつべさん組ませる。いや、いや、俺がベベベと行こうか。うん、ムカデさん、とりあえず分かんないから応援しよっか。だってダブキルされがわせるけどさ、俺とつべつべさんだったらさ、お互い人狼だったら、うん、あのあれだし、うん、人狼じゃなかったとしても動き止められるからさ、うん、はあ、そうね。じゃあベベベをよろしくね、ムカデくん。わかった、任せて。つべつべさんよろしくお願いします。はい、じゃあ見出します。入れる。誰ムカデさんに入れたの。誰だおい、これ。誰だ。じゃあミュート。犯人誰だ。つべつべさん、つべつべさん、一緒に仲良くしようね。つべつべさん、つべつべさん、仲良くしましょう。つべつべさん、仲良くしようね。しまったね。つべつべさん、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 つべつべさん。よく押してくれた水さん。お、ねえ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 、ベベベがずっと俺の後ついてきたんだけど、はいはいはい、え、誰が？ムカデ君とベベベがさ、別れて、はい、ずっとベベベが俺の後ついてきたんだけど、別れた理由は俺がさすがにヤバかったからですね、誘ったのに、うん、そして、うん、俺はつべつべさんについていく風にしてました。で、つべつべさんが俺についてくる気配はなかったので、うん、あのつべつべさんはあの俺についてくる必要はなかったはずです。なのに、はい、あのインポスターのあの何妨害行為起こった時につべつべさん止まったんですよね、はい、でつべつべさん止まったんで、俺はおこいつ止まりやがったと思って俺は止まりました。はい、そうで、その時さ、俺とそうクルさんが来てくれたから、あのこれでもし悪いけどクルさんが死んだらもう確実につべつべさんだけだから、あの、うん、よし別れようと思って、なるほど、まあ、そしたら水さんがやってくれた、うん、下は、うんうん、なるほどね、上は俺がやってるよ、後ろついて、そうね、ラジさんは渋だったね、なぜかさ、レベがずっと後ついてきてすげえ怖かった。俺が止まったら止まるしか、俺もうつべつべさんに入れます、オッケー、ちょっとこれは念のため、まあ、違ったら違ったで、そう、俺を殺せばいいからね、うん、ちなみに僕はラジさんずっと見てたよ、ほな、見落とします、はいはい、おい伸びた、おいおいおい伸びた、じゃんけんしようぜ。趣味が特にないジャイアン。キュレボシ、キュレボシ怖いな、離れた、あれさん特に通信してるよね。なーん。あ、よけた。
はい、メカネさん、待って、一番のにぎやかしが誰がにぎやかしだった？まずクルスさんから聞こうか、どうぞ。はい。俺一回水江さんと電気室行こうとして、はい、行こうとしてっていうか、はい、俺電気室行こうとしてで水江さんが電気室入ってったから、はい、とりあえずまあ、はい、あの一緒にやったらさあれできないじゃん電気室。そうね。だから。うんあじゃあ保管室のゴミのやつやろうと思って、うんうんうん、でやって終わって、うん、わーって一回さシールドルームの上行ったんよ、うん、したら、うん、ムカデくんが一人でわーって下行くのを見えて、うんうん、でもなんかちょっとムカデくん最初キュレオさんにきついって、うん、でその次そうなんですちょっと、うん、まあムカデさんがすごいわーわー言ってるからでもなんかねちょっと怖いなって思って、うんうんそうでもついていこうとしてたら途中 で, そうそうで、うん、途中でなんかムカデ君一人だったから、うん、あれキュレオさんどこ行ったんだろうと思って探したけどいなくて、うん、そうすれ違った時はムカデ君いなかムカデ君一人やってんだからキュレオさんじゃない、うん、絶対いや違う違う違うなるほど、ね、で通信室で遺体は見つけた、うん、なるほどだから通信室のクルスパンは、キュレオさんは白とそう白って思う俺はなるほどでちなみに僕は、うん、電気室からずっと出なかったよ。いやあそうなんだ。キュレオさんなんだよ。電気室に行くか。そう、わかんないするわ。うん。そうね。ちょっと途中でナビゲーションのやつやってたら、なんか、いや、難しいな、これ。ミカレさんが一人で死んでたっぽいんで。なんだと、キュレオさん何でと何でと何も通報さえなかった。死んじゃったよー死んじゃったよー俺は頑張ってタスクをやるしかねー死んじゃったよーメルトダウンやってよーなんで誰もやらないのメルトダウンがメルトダウン本命で頑張れよ頑張れよメルトダウンえやばくないおーびっくりしたインポスター初勝利は俺がしたいからなイエーイクルスさんもだったのだからかだからかばったんか決着が一瞬過ぎてよかだからかばったんかなんで終わったの今強殺したんすか今のは、ね、簡単に言うとね強インポスターの方がねあれやったからあとごめんなさい誰が招待くださいはい、あごめん、つべつべさーん、あのね、そうだよ、やられたときに、あれ、キリオさんのところを見えてるよ、確認してたからなんだよね。ごめん、だって止まったから。最後、あの、ブーブーってなったとき、あの、水江さんが、その横じゃなくて下行ったから、あ、ちょっとこれでなすりつけられるなって思ったのと、キリオさんとハイネコシが2人の状況で、わーって言ったから、うん、これ、彼の状況だったらやれんじゃねと思ってやった。やめたよね。これ発見したな。クルスさんじゃなかったらまた勝っただろうな。いや、俺だからずっと切れたんだよ、俺。クルスさん、ね、違うんだよ違うんだよクルスさんって言った俺。この二人うめえな。うまい、ね。ごめんなさい。誰か招待ください。誰も招待していないのである。してあげて。はい、誰招待すんの？じゃあ俺招待するわ。あざす。してあげて。はい、あ。あ、ちょっと待って。はい、入ったよ。あ、入りました。あと2、3回。ミュゼさん！びっくりした。おー、帰った。え？帰りー。どうだ？またもじゃあ、行くよー。はい、今度こそ勝つ！よし、じゃあ、とりあえず人を押したらいいな。できてない。あ、マイクテスト、あ。またクルーかよ俺永遠にクルーなんだけど俺永遠にクルーなんだけど俺何俺永遠のクルーなんだよこっちだったわ俺わし永遠のクルーなんだがや俺永遠にクルーなんだけどマジであおThank you.
早かったかな。どうした？生存確認なんだけど。あ、早すぎ。まあいいじゃん。大丈夫大丈夫。うん。キルコルタイムが戻るから。特になんか怪しいやついました？うん、別に僕ラジさんのいないけど。我はね。俺はクルちゃんと一緒に、うん、なんだっけ、管理室でカードやってたよ。うん、あ、そうなんだ。いやでもね、管理室でカードやってたって割には合ってる場所が違った。うんそんな微妙な位置から上から立てたよ。それじゃあ届かないだろうってところでぼーっとしてたから。え、やってみたら届くよ。怪しい人いい？怪しい人いい？とは違うかもしれない。まあまあまあ、今回は同票スキップで。うん、そうね。あとね、ごめん、我からなんだけど、我がね、カフェテリアからウェポンルーム行こうとして、あれそういや、マップわかんねえからマップ見ようとしたら、キュレオさんね、後ろからこそっと近づいてきたのよ。うん、怖っ。我また狙われてるって思って。我また狙われてる。また我の狙われてるって思って。なんかもう、一人になるの怖いから、とりあえずみんなと一緒にいてって感じだった。特にはないね。ないか。俺下あたりでよくやってるので、多分。はい。了解。待って待って、これ。そう、まあまだまだ、うわ、おるぜや、うわ、おや、キュリオさんが拾ったね、ミーさんが直した、ラジさん上、上で殺人起きてないかな、キュウさんとクルさん全然大丈夫、こっちは死体はないね。キュレオさん怪しいね。キュレオさん怪しいだけ覚えておこう。キュレオさん怪しみの向こうへと。キュレオさん怪しみね。キュレオさん怪しみ。はい、猫氏。あ、保管庫に死体があるな。生きてるって言おうとしたけど、ミューゼー氏が死んどるやんけ。ミューゼー氏が死んどるやん。どこに死んでた？ハイネコさん。え、いや、あのね、我ね、死体見つけてないのよ。生きてるかなって思って押すだけなのよね。そうそう、あの、Qさんの目の前でやったから俺。私は上部エンジンから下に行って、電気室の前にいるんだけど、あの、ムカデさんとクレを見つけてたよ。うん、俺ずっと一人だったから逆に会えてたなって。すいません。ちなみにちょっと一点なんですけど、うん、これ同じタスクをそのクルーでやることってあるんですか？あるよ。あるじゃない？ある。いっぱいある。同じ全然被る。電気室のやつをやって、でそれがクリアされないってこともあるんですか？それはないと。あの、それはないんじゃない？一緒にワーッと集まって同時にやってると、うん、なんか違う人が違うところを押しちゃってクリアできないっていうのはある。うんそうね、一回それで俺、あ、むちゃくちゃになっちゃったっていうのあった。そしたら、すみません、ちょっと、やっぱり、ハイレ越し怖くて、なんで？ついて行ったんですけど、なんか、先に電気室に入って、そうね、で、タスクこなしてたのかなって思ってたら。ごめん、時間ないからこれだけ忘れて、俺はキュレオさんとハイレ越さんが怪しい。キュレオさんが怪しい理由は、俺が酸素に向かってる時に保管庫の下の方に行ってた。酸素妨害の時に。そうそうそう。そこでちょっとあのハイネコ氏が先にすれ違ってなかったですか？はい。それわかんない。でもう一個あって、保管庫に最後いたやつ。最後に保管庫。最後。保管庫。いないね。わかった。俺管理室で見てたんだけど保管庫に一人いた。で確認したら、それが。でその直前にハイネコ氏がいた。なので俺はハイネコ氏に。なぜで？ちょっとごめんスキップしちゃったわ。ハイネコキュレスキップしちゃった。俺ハイネコしてるわ。なんでだよ俺に入れたやつ。ごめんちょっとハイネコし怖いんで誰かついてきませんか。オッケー行くわ近いと思うから。うんじゃハイネコしついてくって言ってるからじゃあそっちついてかせようか。とりあえず管理室かな。なんか届かない。ハイネコした。キュウさんがついてった。キュレオさんがついてった。楽しそうだな。お。
キュレオキューさん、お前に越しどこ行った？前に越しいるわ。おお、これさんが遅かった。人多すぎだろ。俺助かったな。キュレオハイネコ俺行こうかな。キュレオハイネコ。ねえ、また見ちゃったって言ったら信じる？何？おお。誰？え、なるほど。マジかよ。いや、ありえる。ありえるからって思うな。俺タスク全部終わって。あ、本当。で、Q さんと一緒にハイネコさんとキュレオさんの集まり、4人の修学旅行してたんだけど、ちょうどいなかったのがクレスさんとツベツベさんなんだよね。ツベツベさんは何か反対意見ある？俺もちょっと、錬金術行ってて、で、タスクやろうとしてっていう感じ。もう、ベベさんはクルスさんが殺したと見たわけじゃない？俺が電気室って言ってないのに、なんで電気室って言ったの今。これ何気に怖いのがさ、クルスさんもワンチャンありえるってところが怖いんだよ。クルスさんはつぶつぶさんを殺したとこを見たの？俺見た。で、目の前で殺されて、通報ボタン押したかったけど、慌てすぎて押せなくってすぐ。で、とりあえず、ベベベから逃げようと思って、みんながさ、左の方行ったでしょ。カフェテリアの方っていうか。だからみんなの方になんとか合流しようと思って、とりあえず、あの、電気室から下部エンジン行こうとしたら、ベベベがなんか、保管室の方行ったの。だから、あ、これ通報できると思って、今押した。じゃあどのタイミングで殺されたの？じゃああのみんながさ妨害原子炉か原子炉やってたでしょ。で一回みんなで合流したじゃん俺、で、あの4人ぐらいでさ眺めとったじゃん。とりあえず俺はベベベが怪しいってことを言いたい。なるほど。俺この後ハイネコさんとキュレオさんできる限り追うわ。オッケー、キュレオはちょっとまだ終わってないからそれだけ行ってくるわ。あ、じゃあその次やります。この辺で追放しとかないとな。キュレオハイネコどこ行くの？キュレオさんはハイネコさんについてくスタンスっぽいな。電気やだな。電気やだな。これごちゃキルされそうだな。これわざと行かないとくか。直すとこ見とくか。おお、死んでない。死んでないね。これでダブキルされたらキュレオハイネコだしな。さすがにそれをみんなが気づいてくれるかわかんないけど。あ？別れた。何？なんで別れた？なんで別れた？来たわ。これ取り逃がしたくねえ、これ。なんでキュレオさん離れんの？俺が見るって言ったか。でも俺見るって言ったからな。見るって言ったからに俺離れるわけにが。え、それはもう確実じゃないですか。目の前で入れてほしい。あ、猫しかい？あの、言い訳を聞いてほしい。目の前でやってました。うん。二人一気に殺せると思ったんだ。サリ一気に殺せると思った。ダブルキルできると思ったんだ。さすがに。一人でってこと？一人で。え、あれ一人で二人殺せんの？殺せない殺せない。あ、殺せない。フルタイムあるんで。フルタイムがあるから殺せないよ。あ、マジか。生きると思うの無理でしたわ。通報させなかったらワンチャンあるかなぐらいだけど。でもまあ目の前だったから。そうね。だからこ見られたら追いかけるのが一番いい。そうだね。いやー、そっか。怖え。ということで、ハイネコ氏、やっぱり君だと思ったよ。ハイネコ氏。思った。もうちょっと嘘のつき方学ぶわ。前にさ、あの、何かやろうとするたびに止まるのやめな。あれ、マップ見てんのよ。
そうマップ見た後にすぐなんか何かしらのアクションがさ入るから絶対入り越しだろうなって思ってた。あー全員食べたかったな。はいどうまい。はいどうまい。はいどうまい。あいねこいやーごめんごめんごめん。よくやってくれたキレオさん。やってやりましたよ。ね、でもね、あの一つ言わせて、うん、結構インポスター楽しい。俺さ、一回もインポスターできないんだけど、今のところ俺、今。インポスターやりたーい、うん、そう楽しい。そして、ムカデさんを殺せたのも楽しい。ムカつく言わせて。俺、目撃率高くない確かに。ゲイザーみたい。家政婦の見た波に見てるよ、クルスさん。マイクテスト、あー俺またクルーなんだけど俺何回クルーやればいいのたまには人を殺めたい。たまには人を殺めたいよ。たまには人を殺めさせてよ。クルスさんか、まあ、上には誰もいないな。おや、うん、どうされますか。白の人言います。生きてる、生きてるよ。生存力クレオ白、うん、なんで一緒にバンバンしてた、うん、彼はお店出てた、ね、お店出てた、それは見たわ、うん、ウェポンルームで、うん、そうで、あのごめん、誰か我の用語もして、我の用語もして。なんなら、ムカデシ見てたから、我の用語できるでしょ、して。いや、普通にあのカフェティアでやってるし、死人がいないから、用語もくそもないでしょ。そうそうそう。普通に、めっちゃ。我が怪しいみたいじゃねえかよ。いや、別にあの、これやるだけだったら別にインポスターにもできるから。まあ、そうだね。大丈夫、戦略だし。まあ、でも。してもありだからね。うん、じゃあ、とりあえず、ハイデコシ一回使ったってことは、これわかるね。そうね。それで、そうだな。なんか怪しい人いる？怪しい人は。今怪しい人が判断できるほど何も起こってない。今何も起こってないもんね。そうだよね。マシって言えばまだ一度もムカデ君がなっていないから。いやいや、ね、怪しい人。俺今回もそんなクルーで決まってるじゃないですか。そんなないってセーフにも。入れるか。今のさ、何回もそんな、何回もクルーなんだから、エイジそんな生意気なことになったらあと30秒俺何も投票せずにこのままいておこう俺は。俺がクルーであることをずっと宣言してる。してる。俺はクルーですよ、まったくもう。いや、どうかな。じゃあ、ちょっと。ムカデさん見守りに行くわ。あ、よく一緒に来てよ。ちょっと対マンシナリオしようぜ、一緒に。オッケー。マシー。実際俺クルーなんだよな。実際俺クルーなんだよな。実際俺クルーなんだよな。クルーだからマジで全然ついてきていい、俺のこと。全然ついてきてくれ。行くで。俺マジで何もないんだな。あ、俺殺されそう、これ殺されそう。なんでラジさんは、こっち来い。俺に近づいてこい。俺に近づいてこい。ほら、迷子になるな。お、甘いの腰。俺、タスク終わったかも。あー、死んでるか。おお。死んでるか。隣の部屋で、隣の部屋で彼女を、わめいていました。どこどこ隣の部屋どこ、あ、ごめん、リアルの話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 、俺がなんでこれ押したかっていうと、俺、タスク全部終わった。お、早い。だから、誰かついてく怪しいやつ。うん。いいですか、水さんが怪しいと思う。
俺水さんうちにずっと来てた。怪しくない逆にこの人殺せない。いや違うね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 。それより前にあの、うん、酸素のやつあったじゃない。うん、でその時一緒に電気室にいたの。うん、俺もいたその時。で行くのかなと思って彼泊まってて行かないの。うん、俺は多分追ってたから。うん、あのマジでチャンス死ぬほどあったし、俺なんだろ水さんにおいついてこいついてこい離れんなよってやったら、うんうんうん、全然殺さねえから。少なくともこれは違うと思う。これはね。途中で一回保管庫のところで止まっちゃったんだけど、壁に引っかかってただけだから。うん、じゃああとグレーゾーンは。キュリオさん、そうしたら、酸素の時な、あの、うん、管理室おってんよ。うん、で目の前やってん。うん、酸素。だからあやろうと思ってパッて行ったんだけど、キュリオさんずっとさ、うん、ガードのやつ行ったの。あ。なんでと思って、そしたら全く同じことをクルスさんに言えるんで、ちょっと次誰か、うん、僕とクルスさんだけついていける人っていないですか。俺キュレオさん行く。キュレオさんからなんかムカデ君たちを見かけて、うん、キュレオさんと一緒にいるん怖いからもう一人誰か。俺キュレオさんと行ったらキュレオって大体言うんだから、あのキュレオあと酸素ルームと医務室で終わるんで、ちょっとそれだけついてきてもらえれば。じゃあ俺キュレオさんとこ行く。お願いします。と上部エンジンのテストをやってくれ。キュレオさんに入れてるの。なんでだよ。ああマイクテスト。あー俺クルー以外やりたい。キュレオさん、俺のことまた殺さないでくださいよ。もうねやばいやばい、これやばいな。これやばいな。これやばいな。これやばい。これやばいな。これやばい。これやばいな。あーやばいやばいやばい。見失いそう。おい、見失わない。見失いしないぞ。ガチャ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 。だってあんまり言ったりしてるけど、水さんできてんのかな、ちゃんと全部。水さんできてんのかな。ミュゼキュレオがずっといる感じだね。タスク勝ちもしてみたいからな。ミュゼキュレオはずっといるね。お。おや。なるほど。なるほど。お、うん。つまりは。ミュゼキュレオムカでずっといました。うんうん。は？うん。ハイムさんとクルスさんとつべつべさんどうしてた？一緒に行ったとこいる？最後の方に。うん。ウェポンルームでミュゼさんと合流した今。もう一瞬クルスさん見た、うん、あ、水さんだと思って、うん、たらブーってなって、そう、うん、ハイネコシはどこにいた？我ね、ナビゲーションでタスクやってて、でタスク終わってから保管庫のタスクあるなって思ってそっち行ってた。つべつべさんどこ行った？俺はセキュリティールームでなんか防犯カメラかなんか見てて、でそのままカフェテリア行って、最後にラジさん見たのどこ？誰か。直前俺見てない。マジで見てないのか。俺らも見てない。見てないね。わからないな。あでも一つ言って、キュウラジが死んでるってことはさ、うん、あの少なくとも、うん、あれだよ、一人は確実にもう一人狙ってるってことだよ。あ、うん、あ、うん、ミュゼキュレムカデはずっといたので、ミュゼさんと終わったの、うん、タスク全部。管理室とアッパー原子炉が残ってるから、キュレオさんそろそろやりに行きたい。あ、僕もあと酸素だけで終わるんで。じゃあ一回さ、キュレオ、ミュゼムカデはさ酸素行ってさ、その後ミュゼさんについてことにするわ、じゃあ俺。そうします。で、キュレオさんはミュゼさんについてこう。じゃあスキップする。了解です。それで、管理室をここは固まって勝てる。じゃあ僕、管理、上部エンジン、原子炉の線で行く。欲しいけど、ムカデ君がついてきて欲しかったけど、まあいいや。俺は意見変えないよ。入ってるの草。あ、見えた。あゆく忘れるとこだった。一旦まずキュレオさんについてこう。酸素あったよな。あれ水さん、あれ水さん、水さんめっちゃエグ離れたぞ。水さん、水さん、水さんエグ離れたぞ。あれ怪しい。水さんエグ離れたぞ。クルさんについてこう。水さん、
ミュージさん、ミュージさん下の方行ってるな。キュレオさん、殺されないように最短ダッシュで行こうか。ミュゼさんなんで離れた？キュレオさんいない、つべつべさんってところにいた。あ？いや、わかんねえ。タスクがちできそうなんだけどな。タスクがちしてほしいな。おい、マジかよ。あー、マジか。嘘でしょ。マジか。マジか。やったぜ。え、誰殺された最後？ヒーロー、クルスさんじゃない？クルスちゃん。うん、俺。みんなで固まってるから。全員生き残った、マジか。あそこ、ドサッキル怒るなって思ったんだよ。全員生き残った、マジか。うまかったな。うまかったな。いや、あの、正直、ツレツレさんがうまかった。初手殺されがちなんだけど、確定的な証拠なかったな、うんうん、てか俺一回もインポスターできてない。うん、もう一回大丈夫、キューもインポスター怪しいぐらいにさ、やりたい。昔さん、そろそろ怪しいなって思うぐらいに来てないんだよね。ミュゼさん、うん、でもミュゼさんとキュルさん全然大丈夫だったマジで。うん、あれキュルさんはいる今？あ、そういえばいないね。キュレシー、キュレシー来てないぞ。来てねえぞ、戻ってきてないぞ。あ、戻ってきた。お前インポスターだな、おい。いや、マジでつぶつぶさんがうまかったよ。いや、マジで全然わかんなかった。みんなが、なんか集まってる時に上に来てくれたら、キューの死体があった。くそ。今回証拠なかったな、マジで全然。証拠足りなすぎたわ、うん、今回。私、これラストにします。アサシン。あ、マジか、了解。ラスト了解です。まだまだ僕はやれるけどね。明日休みだし。はい、あれ朝仕事なんだ。ダメじゃん。マイクです、マイクです。あー、よし。早っ。おいおい、早すぎやせんかい。おいおいおい、早すぎやせんかい。まあね、誰かが RTA すると思ったんだもん。あー、ね、誰かが RTA すると思ったんだもん。早すぎやせんかい。見える話だ。え、ちなみにさ、ね、え、インポスターのさ時間で何秒あれ？20秒でしょ。あれでもし早すぎるよ、うん、まだ殺せない。殺せないよ。でも何事もなかったっていうのだけでもよしとしよう。何事もなかったぞ。でもさ、一つ言っていい？何？ん？これでインポスターはさ、あの、俺のこと狙えるよね。だって誰からさやっても俺できないんだもん、死体見つけないと。確かに、okay、 確かに、確かに。え、じゃあ俺ハイノコさんついてちゃうかな。ついてちゃうかな。怖えよ、怖えよ。あえてそれだとドサキルが怖いから、ちょっと僕別行動するわ。いいね、俺結構さ、タスクさすぐできるからさ、俺ちょっと今回は、うん、今まで結構タスク頑張ったんだけど、うん、今回はタスクなしでいこうかなーって思ったりもある。無理でもいいんじゃない別に。今回ね、やってくれ。え、ちなみにさ、今回怪しいやついた？短すぎるけど、この時間。わかんない。我。いない。我。わかんない。無理。白いやつはいた？白いやつ。すごい。白いやつはいた逆に。みんな白。あ、俺しか投票して、投票、あ、すぐやります。すいません。仕事遅いやつ、社会人になれない。ユレさん、なぜ？マイクテスト、マイクテスト。ハイノコさんについてきながら殺しちゃおうかな。
わお、誰もいない、はい、キュリオくんだ。キュリオさんっすね。やられてるね、キュリオさん。マジ、俺は単純にあれですね、原子炉が起きてたからこの間に死んでるやついそうなと思って押しました。なるほど、はい、うんうん、原子炉あった時さ、うん、岡出くんの挙動がおかしかった。え、何もタップやってないのにさ、うん、岡出くんだったらいつもだったらすぐバーって向かうのに、うん、一回俺と合流した時ちょっと迷ってるようにうろちょろし始めて、うん、俺はした結局ついでに俺の援護もして、俺の援護もして、でラジさんとベベベは、うん、白かなって、うんうん、うん、なるほどなるほど、あのメルツやってたから。クルスさん、うん、あ、我のはアイネコーシーは知らん、うん、アイネコーシー怖かったよちょっと。俺はね、キュレオさんがなんかその道中にいて、うん、それこそ俺もクルスさんと似た感じで、うん、後ろ向いたりしてたのよ、うん、だからこの後来るやつ狙ってんのかなと思って、うん、あんまり近づかない方がいいなと思って俺後ろ下がったりしてたのよ、うん、案の定さ、それで言うとさ、キュレオさんさ、まあ、死んだから違うんだろうけど、メルトダウンの時にさ、電気室行こうとしたじゃん、うん、クレスさん。うん。うん。だから俺はそれで、あ、もしかしてなーと思ってたんだけど。あ、違う違う、電気室じゃない。え？原子炉。普通に原子炉まっすぐ行ってた。本当に？電気室は一回も入ってないわ。じゃあ俺 Q さんと見間違えたのか？え、Q さん電気室いた？あ、Q さんね。電気室にいない。いないよね。ほかんこ、ほかんこ、ほかんこ。だよね、だよね。俺、キュリオさんのカラーが見えたからあれと思ったんだよ。で、放置点では Q さん、ほかんこの上の方だった。あ、そう。とりあえずミュートする。押してもいいよ、誰かボタン。オッケー、僕は押しに行く。おい。マイクテスト。はい。Hey. Hey. 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 でね、メルトダウンは上の方僕がずっとタッチして直せた。で、つべつべさんがその時後ろを通ってたから、やべ、うん、終わったか、インポスターだったらって思った。でも、助かった。うん。で、俺は下の方だったね。うん。そうだね。我の言い訳いいですか？言い訳、うん、あなた何も怪まれてないのに。何もしないんだけど、せめてさ、クルスさんがさ、お前知らないって言われたからさ、それのちょっと言い分をちょっと聞いてほしい。はいはい。我さ、基本一人でいるじゃん。でも、さっきもさ、まあ、つべつべさんと我でさ、まあ、インポスターだったわけじゃん。うん。うん。でも思ったよ、あ、これ多分我、クルーでもう一人でいたらやられるって思って、基本誰かについていくようにしてるのね。うん。で、まあ、キューさん行ったり、クルスさん行ったり、まあ、タスクもこなしながらなんだけど。うん。で、今、さあ、マジで2人には俺が白だっていうちょっと印象をやってほしいけど、なんかないっすか？え、怖いよ、後ろからずんずんずん。今、ハイネコシだったら俺の白のうんぬんのやつやらせてよ、まず。じゃあ。白ってことを言ってっていうのが怪しくなってる。ひどくね？で、ハイは誰もどこで見たって通報してないのに、うん、俺の白を言ってっていうのはちょっと逆に怪しさが増してる。そうだよ、ハイネコシ。あんたじゃねえの、もしかしてキュレオさんやったの？ボケツをめっちゃ掘ってるよってことだけ言ってくれ。キュレオさんやるならね、少なくともね、悲鳴聞きたいからクルスさんがキュウさん行くかな。あ、でも多分キュウさん行くと思う、悲鳴聞きたいから。なんでだよ、なんでだよ。俺誰も怪しい、怪しい。俺なんだよ、キュレオさんが怪しいんだけど。俺はなんだな、なんでだよ。だって俺キュレオさんがインポスターかと思って押したんだもん。もうやられてるんだけど。ミュートします。はい、ミュート。はい、バイバイ。マイクテスト、マイクテスト。あ、あぶねー、あぶねー。会議引っかき回すしかねえもこれ。会議引っかき回すしかねえよこれも。
そこにいるね。ミューゼさんが死んでた。ミューゼチー。はーい。電気室。電気室。あの、一つ言っていい？なんでさ、今、酸素枯渇なのにさ、ハイネコさん違う方向行ったの？え？やっぱり、やっぱり怖いじゃん。ハイネコさんじゃん。じゃあ、ハイネコし怖いじゃん。じゃあ、ね、管理室でさ、一緒になって、ハイネコさんと。だったね。あ、じゃあ一緒に行くかと思って、保管室。保管庫からシールドルーム行ったら、保管庫のところで電気室行ったんよ、なぜか。あ、ちょ、じゃあ分かった。ハイネコさんが怪しいな。じゃあ分かったんだけど、待って、そういやさ、水さん発見者の結局誰？そういや。俺。どこ？電気室の、なんだ、カブエンジンと電気室の道。はい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 。マジ？え？じゃあもう電気室とカブエンジンの道？うん、え、じゃあキュウとさ一緒に下に降りた後に見つけたってこと？うん、え、酸素ブーブーブーのところで、うん、電気室にいたのよ俺が、はいはいはい、で出てきて、うん、でその酸素のやつをやろうとしたの、うん、行こうとしたら左のところに死体っぽい何か見つけちゃって、死体っぽい死体だね、死体じゃないよなと思って行ったら死体だったろ。プープープーってなった時のちょっと前ぐらいにやられたって感じか。わかんない、いつ死んだのかわからんけど、キューが通った時はいなかった。え、怖っ。ジジの後ろは、ハイネコ氏はどういうルートで行ったの？じゃあだって一番怪しいのはハイネコさんでしょ、この状況的に。そうなんよね、これね、ナビゲーション行くじゃん。で、ナビゲーションのタスクがまだ続きだったから終わらせて、誰かボタン押してー。はい、あれ、ハイネコ氏、ハイネコ氏が言った。我何もしてないのに。ハイネコ氏すまねえ。ボタン押すの忘れた。ボタン押すの忘れてた。ゆめしが押してくれた。へいよ、ハイネコさんが怪しいかどうか会議をするはずだったのに、それはずだったのに死んじゃったからどうしようかなって思ってた。よ、え、あ、ハイネコさん行ったから、じゃあもういっかっつってタスクやりに行った俺。皆さんちっちゃったからやんなくていいかなって思って俺、どうしようって思ってとりあえずタスクしに行った。うん、そっか、分かんないね。今のところ誰も怪しくないからスキップで。めっちゃうめえな今回ね。2人いるかどうかもわかんないもん。ちょ、あ、いや違うよ、2人いる可能性もあるってことだね。今クルーさんなんつった今。え、何が？誰も怪しくないからって言わなかった今。え、誰も怪しくないからって言わなかった今。え、だって俺ハイネコ氏が一番怪しいと思ってたもん。え、さっきまで俺のことなんか動きがうんぬん言ってたのに。うん、だってムカデくん、え、そこまで怪しい材料ないもん今。怖いよ。で、さっきからハイネコ氏が、俺じゃあ俺何のために今まで頑張ってたんだ俺。疑い晴らそうと思って俺タスク全部投げ出して、タスクより絆が大事だと思って頑張ったのに。なんだよそれ。スキップします。あっさり絆が、いや今の場合あっさり絆壊れて、あっさり絆治った今は。なんだよ、怪しまれてねえのかよ。マイクテスト、マイクテスト。あー、さてどうしよう。え、マジさてどうしよう。え、マジどうしよう。え、マジどうしよう。マジどうしよう。マジどうしよう。
ジどうしよう。おい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 、はい、ムカデシ、何か言うことありますか？え、なんで？だってつべつべさんとキュウずっと一緒にいた。いや、ちょっと待って、うん、え、本当にずっといた？本当に本当ね、しょっぱなから、なんかピ、ね、管理室にずっといた。管理室にずっといた。うん、多分あのラジ君が死んだのに関しては絶対ムカデ君だと思ってる。待って、あの俺のまあじゃあ話を聞かせて。この場合俺が疑いを払う。どうぞどうぞ。クルスさんが死んどんねん。クルスさんは知らん。クルスさん、うん、クルスさんはさ俺に疑いを向けてきたわけじゃん。うん、その人を俺が殺したら俺にメリットなくない？うん、クルスさんに関しては知らん、マジで。でも状況的だって2人死んでんだぜ、5人いて。え、だってさ、もしさつぶつぶ氏がさインポスターだったら終わってるじゃん。まあそうだね。どっかで一瞬離れたタイミングないの？ほんとね、あの酸素になったタイミングのちょっと前からつぶつぶ氏といて、でその時にラジ君もいたんだよ。3人でいたの、その時に。でもしその時にムカデが殺しとったらクルスちゃんを、まあ、それはそれだし、その後そのそれを直すためにラジ君が上に行ったの。いやいや、ちょっと待って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 、それは通らん通らん通らん。え、ほんとほんと。え、じゃあ俺とりあえずちょっとムカデ君投票するよ。え、キューもムカデだと思うよ。俺はつべつべさんだよ。つべつべ氏にそんな隙はなかったとキューは思いたい。マジで恨みます。嘘じゃん。恨みまーす。ムカデうまい。よし、だからハイネコ言ったんだよ。ハイネコ。ハイネコらさ、今までインポスター回ってこなかったんじゃない？ハイネコ仕事しろ。我はね、仕事しろとかみんな隙がねえんだもん。ハイネコ仕事しろ。全部俺やぞ多分これ。そうだね。なんか一気にさ2人やれたのってさすごいと思うんだよ、うん、いや一緒に疲れたのは全く考えたかった。やっちゃった。やった。頑張ってるなってみんなが。ジジの叫び声が聞こえたよ。ハイネコだって。ハいや、あの大変ね、申し訳ないんだけどみんなには聞いてほしい。なんだい？俺がインポスターの場合はハズレくじ引いたと思え。そうか。あのそもそも今日初心者よ我。俺だって2回目だよ。いや待ってよ。俺ハイネコさんがさ、なんかさ、俺怪しいとこないから白出ししてくれんって言った時にって思ったよ。ごめんよ。で言ったけど、あの白、うん、白だって言ってくれって言ってる時誰も疑ってなかったよマジで。誰もハイネコさんロックじゃなかったのに、いきなり壇上に上がってきたから。いきなり壇上に上がるかも。え、で、ラジさんがこれラストで終わったんだっけ、もうこれ。イエス。そうか。キューも落ちる。あ、マジ落ちか。もう用事が。
え、じゃあこれで終わり？まだまだ僕はやれるけど、なんかやる？俺いけるけど、もう明日じゃないならさすがに終わらせてもらおうかなって感じ。あ、オッケー。いろいろシナリオの準備もしたいし。うん、ああ、なるほどね。なんか人数あるんだったらさ、せっかくベベもいるんだし、あの、なんちゃってマダミスとか。ああ、ちょっとさすがに無理からかな。ちょっとごめん、かシナリオとかあるから。あの、ココホリアとかそういうのも用意しなきゃなんないし。そう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 。そうね、え、ほな、あの、さっきのがラストってことも OK？ はい。うん。はい、よかったね、インポスター。了解しました。インポスター慣れたけど。大活躍だったよ。悔しい。なりませんでした。悔しい。あの、一つ、もう一つ思って、あの、我が相方なのに勝利したつべつべさんを褒めてあげて。つべつべさん、すげえな、あんた。つべつべ。ナイスよ。うん、最後、集合さんの頑張った、あれ。あの、最初の、ね、中盤らへんの、あの、ラジさん殺して、で、うん、自分で押しに行ったとこであれでね、多分。うん。くそ悔しい。ユリオさんとやったとこが一番。まあでも本当に活躍したから。ユリオさん強いからさ、一緒にインポスターになった時よっしゃって思った。最後の最後で。いやごめんね。最後で。はい、ほな、本日は皆さん、ありがとうございました。楽しかったですわ。ありがとうございました。これ後で YouTube の動画にしよう。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。